皆さんこんばんは、ジョネトルダムスウィークエンド、今週も人類滅亡、はい、始まりました、はい、今日はですね、ザクとグフということでね、はい、シャーザクを用意しましてなんか悪そうですね、はい、そうです、シャーザクです、はい、そして、グフ、はい、ランバラルということでね、はい、やらせていただきたいなと、いい人なんです、ね、そのモビルスーツの性能のおかげがあったことを忘れるでないぞみたいな感じでいきたいなと、そんな感じだ、そうです、もうここからダー出ますから、ね、あ、出るんですか、私も出るんですか、これムチ出ますか、あ、すごいですね、いやいや、吉田さんは出ません、出ないんですか、吉田さんはシャーザクなんで、はい、動きは3倍速いですか、あ、いいですね、3倍速いです、おースピーディーでムチ出ます、俺ね、変なやつ、怖いですよ、画面の向こうで変なアンチ見てたらムチでも、はい、ボコボコしちゃろうと、私3倍速でこう、3倍速で、3倍速でガーやってください、はい、はい、それで、今日はね、まあ、昨日衆議院がね、解散されて、まあ、いろいろこう新聞やメディア等でね、書いてあるんですけど、やってましたね、なんか争点は給付金みたいな、なんかもう、経済政策を矮小化した話が、もう飛び出してるんで、もうなってますね、困ったなと、はい、どこはいくらとかも、そうなんですよ、そんなんばっかりでね、もう困ったなと思うんですけど、はい、違うんですよ争点は、はい、争点はね財政政策と金融政策ですから、はい、ここ見てもらわないと、財政と金融ですか、財政と金融見てもらわなきゃいけないんですけれども、はい、まあ、そこがどうなのかということなんですが、はい、どの党もですね緊縮言いませんね、言わないですね、ね、はい、昔立憲民主党だけは緊縮言ってたのにね、はい、うん、なんか、消費税増税はしなきゃいけないとか言ってました、ね、っていうか消費税増税をもともと決めた党って民主党でしょ、ああそうなんですか、民主党が自民党と公明党を誘って三党合意なんだからさ、もともとだって消費税増税はね民主党政権が決めたことですから、はい、でそうやって民主党政権のせいにできるっていうその横島な考えで、はい、その横島な考えで自民党の人も賛成しちゃったわけですから、なるほど、ね、困ったもんですよね、はい、うん、でそいつらが今ね消費税減税とか言ってるわけですよ、言ってますね、はい、すごいですね、しかも所得税も1000万円以下ゼロ、はい、でもそれ高市さんに論破されてましたけどね、1000万円の人は80万ぐらい得するけど、はい、500万とかの人は全然そんなに得しないですよと、半分以下ぐらいですよと、はい、でさらにもう所得がもっと少ない人は、はい、もう本当にチャリインぐらいしか返ってこなくて、はい、年収1000万の人優遇するんですかみたいなこと言われてね、我らが泉健太君がちょっとぐぬぬってなってね論点ずらしちゃったんですけど、はい、まあ、そこもぜひ議論してほしいなと、はい、所得税の減税するのはいいんですけどね、たくさんもらってる人がね、はい、得してしまうので、だでもまあいいんじゃないですか、日本って言うほど不平等じゃないので、はい、フォーブスとかさ、あとキャップジェミニとかね、クレディスイスとかのこの富裕層の調査ってやってるんですよ、はい、でそういうので見るとね、日本のね富裕層上位 1% ね、 1% の金持ちが国の資産何パーセント持ってるかって調査あるんですけど、はい、日本はねせいぜいね 10% 台、あ、そうなんですね、うん、どの調査で見ても 10% 台、日経新聞は 11% って書いてるけど、あ、まあ、一番多いねキャップジェミニとかクレディスイスの調査でも 15% とか 17% とかそんなもん、はい、なるほど、そうなんですね、そうなのでね、それに対してねイギリスは大体倍です、 20% 台、でアメリカは 40%、 でロシアは 60%、チャイナは 70% と言われています、いやチャイナ大変ですね、大変ですよ、だから格差がとか言ってるね、はい、左巻きのメディアの皆さんはぜひねチャイナのことを問題にしていただけるといいかなと思うんですけど ね、はい、でそんな中ですね、はい、まあ、我々庶民を直撃する事態に、はい、そうなんですよ、府中の人が困ってます、そうなんです、軽油がなんとリッター131円、廃屋ですか、本当ですよね、軽油が廃屋並み、はい、困ったね、前までは99円とかだったじゃないですか、あ、それがもう131円なので、3割増しだ、大変ですよだよね、はい、その分は物買えなくなっちゃいますからね、ですね、原油に行く分、はい、それ全部産油国にプレゼントですからね、あら、もったいなですね、うん、どうしましょう、どうしましょう、はい、さらに言うとね、電気代、はい、これも今天然ガスに結構ね頼ってるでしょ、はい、これまた中東から来てて、はい、ガスは原油以上に上がってんのよ、めっちゃ上がってんの、じゃあまた電気代も上がるんですね、そうなんですよ、なんでもうやっぱり原発再稼働した方がいいんじゃね、そうですね、うん、だってこれから冬なので暖房使うじゃないですか、そうそうそう、ウランもプルトニウムもいっぱいあるしね、はい、それからあと核燃料を再処理すると出てくるプルトニウムをもう一回発電に使えるので、はい、で核燃リサイクルの施設もあるわけだから、はい、もうね早期にもう回してね、そうですね、いやでねあれね理論的にはですよ、僕石川和夫さんに聞いたんですけど元経産省の、あれねもうね運転するかしないかっていうのは別に審査経なくてもいいんだって、結構強引にやるんです、そうなんですか、回しながら審査を受けるっていうのもありなんだって、あでもほら地元の自治体でも反対するでしょ、はい、そんでまあ事実上できないみたいな感じなんだけど、まあやろうと思えば強行して、はい、で回しながら審査を受けるっていうのもありなんだよと、うん、で電気代がものねこんなに上がっちゃうんだったら、はい、まあっていうかねこんな軽油が131円とか大変です、事件ですよね、ねなっちゃうんだったらもう困るじゃん、ありますよ、ねえ、なのでもう原発稼働するべきかなと、そうですね、べきかなって、これ前から言ってんで再稼働した方がいいって、はい、いや CO2 も出ないですからね、そうそう、クリーンエネルギーとか言うんだったらさ、はい、ねえだってあれでしょ、カーボンニュートラルなんでしょ、はい、カーボンニュートラル、原発が一番カーボンニュートラルだからさ、そうですね、回しちゃえばいいじゃんって話なんだけど、はい、あとねえなんか核融合炉やるんでしょ、あそうなんですね、自民党の公約の中に入ってました、高市さんが言ってたやつなんですけど、はい、入りました、
一応ね、総裁選でね、あの4候補が言ってた政策は、はい、いいとこ取りで全部今回の自民党の政策書に入ってるんですよ。立憲民主党のあのペラペラのやつとは大違いね、はい、俺両方とも公約書読んだんですけど、まあ自民党の方がよく書けてるわ、うん、よく書けてる。あとね、維新もね、そう、維新今度ちょっと俺動画やろうと思ってるんですけど、はい、維新はね、あの金融政策の財政政策もね、はい、まあ私の考えに一番近いね。おー、はい、まあ、で維新だけにその身を切る改革っていうことでね、はい、ちょっとそのまあ改革の部分では、はい、あのみんなが緊縮的だと思われそうなことも書いてあるんですけど、はい、でもあのちゃんとマクロ経済政策も書いてあって、であの金融政策をしっかりやりますと、であの財源は国債でも大丈夫ですみたいな、そういう、まあそういうような趣旨の、はい、ことが書いてあった。この間、まあ、音喜多さんに取材した時にね、もうそこはもう、まあ、バッチリ入れたんですと。どうしてもあの地方自治の場合はね、通貨発行権ないから緊縮的になっちゃうんだけど、はい、あの国債の場合は違うからということを入れたというふうに言ってたんで、まあそういうね論戦が大事なんですが、はい、まあでもこれちょっと直撃してるんで、そうなんです、我々の財布直撃でしょう、はい、今もうこうなのでまた上がりますね、きっとこれ。でしかもそうなんです、下に書いてあるでしょ、サウジが増産拒否。そうなんですよ、なんで儲かるのに拒否なのって思うじゃないですか、はい、これね、実はね、俺今日八重洲のメルマガに書いたんですけど。そうなんです、ね、いやでもちょっと言いますよ、はい、あのこれ皆さん知ってほしいんで、はい、あのね、端的に言うとね、はい、逆切れですね。逆切れなんですか、うん、逆切れした業界が、あのね、あまりにもみんなね、はい、このカーボンニュートラルで嬉しがって、はい、でもグレタさんとか持ち出してさ、わー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 やってさ、はい、石油燃やすな、ガス掘んなってさ、はい、もうやったじゃん、でもぶち切れて、はい、あ、そうですかともうあげないもんみたいな、ね、あ、そう、そうそう、もうあ、そうですかってもう切れまして、あららで、あの業界的にはさ、だってさ、あれでしょ、あの2050年とかに、はい、もう打ち止めになるわけでしょ、化石燃料、はい、この間なんか出したじゃん、あの工程表みたいの、はい、あのなんだっけ、国連エネルギー機構だっけ、はい、ありました、ね、なんかありました、国際エネルギー機構か、はい、ね、スケジュール出て2035年とかにはもうあれでしょ、ガソリン車の販売とかも止まって、はい、で2050年とかにはもうあの石油燃やさねえみたいな世界になるわけでしょ、はい、無理ですよね、でしょ、あと何年よって、はい、あと39年、はい、ね、2021年だから、あれ39年じゃねえよ、29年だ、はい、ごめん計算間違えた、あと29年だ、はい、ね、で20年後でしょ、で、石油とかガスとか掘ってもさ、採算取れるまで5年10年かかるんで、はい、採算取ったと思ってこれから儲けようと思ったら、あと10年で終わりみたいな感じで、しかもその後半しょぼくれていくわけでしょ、だってどん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 、そうですよ ね、 ね、あの需要が減るのでガソリン車も減っていくとかなって、はい、そしたらもうあったって儲かんないっすわと、そんなに僕ら嫌われてんだったんですよ、いいっすよみたいな感じで、もういいよ、うん、そんなに嫌いなの、じゃあもう、はい、もう嫌われ者でーすみたいな、あれこうなっちゃったんですか、そうそうそう、もうすねちゃってさ、はい、そうそう、今もうちょっと動揺してぶつかっちゃう、そうですね、マイクに当たっちゃいました、サウジがすねまして、はい、でやらないと、であとね、シェール、はい、シェールシェールですね、シェールがですねいやこれも昔だったら、はい、もうこんなに上がったら80ドルとかいったらもう絶賛大増産かけて、はい、原油価格を抑える方向に動いたんですけど、はい、シェールの増産が全然出てこない、いやーやばいんです、これ理由があるんです、なんですか、詳しくはちょっとメルマガ読んでほしいんですけど、あ、まあ簡単に言うと、もうほら、はい、どうせ打ち止めでしょ、はい、まあ、あとだ29年だよ、ね、俺さっき計算間違えた、39年じゃん、29年この10年大違いなんだよ、あと29年で本当に打ち止めだと思ったら無理ですよね、29年そうそう、そうするともうちょっとガスとかには投資できないでしょ、はい、そうすると金集まんないから、そうですね、穴掘んの金かかんで、はい、で穴掘られないってなるとさ、それはじゃあ将来的にこれ枯渇するだろうなってなって、みんな買い殺到して、はい、これ下手すると1バレル今80ドルぐらいまで言ってますけど200ドルとかなるかもよ、ああ、うん、で俺ね、原油ね、そんなに上がんないって思ってたんで、はい、まあ、いっぱいコモディティのファンド買ったんですけど、はい、最後1個どうしようかなと思ったやつ、リバランスして、はい、全部のコモディティのこのね、こういろんなアセットクラスあるじゃないですか、はい、まあ、原油とか穀物とかね、金とかね、はい、そういう、まあ、プラチナとか、そういうのをこう平等に調整して買うってやつにしちゃったんですよ、はい、普通に、うん、普通に ETF 買うと原油価格のこう量がすごい多いんで、はい、原油もなんかもう4割とか6割とか原油なんですけど、はい、まあ、ちょっとそういうの買いすぎたんで、ちょっとリバランスしたやつねえかなと思って買ったらこのざまですよ、はい俺がやばいって思うと上がるんだよくそーって感じ、安全の方に行ったくそーって感じで、はいはい、でこれちょっとあんまり上がるとその我々のね、そのお小遣いだいぶ産油国に取られちゃって、そうですね、で産油国とロシアが声太る、危ないですね、ロシアが声太ったらハイブリッド戦争ガンガン仕掛けてくるんで、そうですね、世界中偽情報だらけ、いやー恐ろしい、そうそうそう、ワクチンデマとかね、はい、ロシア発の多いから、はい、やばいですね、未だにいらっしゃいますからね、やばい、石油産業ぶっ潰さないとやばいんですけど、はい、これ逆にカーボンニュートラルが石油産業を声太らす結果に
なってしまったかもしれないということで、はい、やばいです。そうですよ、はい、どうしましょう。府中の人が一番困ってますけど。困ってますよ、はいはい、やばいです。経由ですからね。経由ですからね、はい、どうなるんだということで、はい、でね、これにちょっと関連したネタがございまして、はいはい、これが次の話題です。はい、はい、じゃーんということで1ドル113円、はい、ね、どこまで進むの円安ということで。どこまでですかね。すごい来ましたね。いや、これね、あのロイター七逆進といってね、はい、あの知ってます？いや、知らないです。七福神っているでしょ、はい、七逆進っている。七逆進がいるんですか？七逆進っているんですよ。7名も、うん、あの七人の逆進っていうのがいてね、はい、まあ、七人の侍っていうね、黒澤明監督のね、はい、素晴らしい映画ありましたけれども、あの七人の逆進っていうのがロイターのね、為替コラムってあるんですよ、はい、ここにね、あのロイター七逆進っていうのが逆進様がいらっしゃいまして、なるほど、で四逆進様がね、はい、まあ、要はその為替コラムのね、あの上から順番に、新しいのから順番に7つのコラムを見て、はい、だいたい円安予想とか円高予想とかにこう固まってると、はい、その逆に触れるっていうね。そうで今 ね、 すごいですね。そうで今四逆進がね、どうもね、ちょっとこの円安予想に触れ始めたんですよ、はい、だそろそろ終わりかなと思うんですけど113円では終わんないかもしれないね、うん、あのなんだか分かんないけど、なんだか分かんないけど、ピタリと当たる竹中正春先生、はい、龍谷大学のね、あの竹中先生がね、ダイヤモンドオンラインにコラム書いてましたね、はい、この円安どこまでいくかっていうの、この円安が始まる前に書いてたんで、さすがですよ。すごいですね、はい、で竹中先生結論的に言うと、まあ、あのそんなには続かない、130円とかそんなにいかないよ、もっと手前で止まるよっていうふうに、そろそろかなぐらい、せいぜいこの辺かなっていうのがあるので、まあ、詳しくはぜひね、竹中先生のコラムを読んでもらいたいなと、はい、あ、ちなみにね、竹中正春先生はね、去年のね12月にね、はい、八重洲イブニングラボのゲストで来ていただいて、はい、あの今年の経済大予想やって、はい、今年もなんと12月は竹中正春先生の予定なんで、はい、楽しみですね。いろいろね、聞きたいなと思ってるんですけど、はい、まあこれどこまでいくかということなんですが、あの原油安とね、なんか連動してるっていう人もいますね。なるほど、うん、だから先ほどのと連動してる。そうそうそう、日本経済だから原油高で結構痛むでしょ、はい、で痛むから円安っていうのは不思議な、なるほどそこでつながるんですかね。いや違うと思うよ、はい、違うと思うよ。だってこれでさ、あれだよ、例えばあの日銀総裁をね、はい、もう突然キッシーがぶち切れてさ、はい、もう明日から日銀総裁白川でいいよとか言ったら、俺1ドル80円になると思うよ、はい、マジで。うん、だけどあの原油安、あ、じゃあごめんなさい、原油高が進むときに円高にして交易条件良くなるかっていうと、あんま良くならないんですよね、はい、実はね、むしろあのちょっと円安ぐらいでもいいらしいんで。そうなんですか。これは前なんかちょっとあのなんでかってメカニズム忘れましたけど、はい、あのまだ足立さんがシャバにいた頃のコラムでちょっと読んだような、あと高橋先生も言ってたような気がしたんで、あのだって円高にしたらだって超引き締めの度が過ぎるとさ、はい、やっぱさすがにやばいでしょ。 で、 も緩和しすぎるのもちょっとまずいのよね、はい、なんでかというと原料入ってこなくなるので物作れないので、あの石油ショック型の不況になる可能性もあるので。あ、なるほど、はい、でもだからといってじゃあ円高にすればいいかというと、はい、あの白川とか紫レベルの円高になると、これは逆にあのそっちの円高の方が悪影響を与えてしまうので、はい、まあ、ちょっとサムシングインビトゥインなんですよ。まあ、そこの調整がちょっと、はい、難しいんですけど、まあ、今だから113円まで行きましたと、はい、この後どうなるかと。で私はね、あの予想よりも早くね、はい、インフレ率が上がってくるんじゃないかと思うんですよね。だ石油ってほらあのガソリンだけじゃなくて、はい、いろんなこう原料にもなってるでしょ。そうですね。ね、こういうものにもちょっと化繊が入ってるじゃないですか、はい、ね、だからそういう意味ではちょっとね、お化粧品もみんな石油でしょ。そうですね、入ってますよ ね、石油を塗ってるんですよね。そうで す、 すごいです。石油を顔に塗ってるんですよ。軽油をバシャみたいなバシャみたいな話なんで、はい、ちょっとこの円安ね、どこまでいくか、まあ、ただ、はい、あのこれどういうふうにだから日本経済が見られてるかというと、はい、キッシーがね、今だからその、まあ、何かっていうと増税の話をみんなピックアップしてね、はい、この間もほら高市さんがね、あの留保金課税するとか言って、はい、やっぱり増税かとか言ってみんなギャギャ言ってますけど、市場はでもそう見てないってことです。なるほど、ここに出るんですね。そうそう、もしだから日本が財政 の、はい、あのまあ緊縮財政をやって、はい、なおかつ金融、ね、緩和にも協力しないと、はい、むしろ金融引き締めだみたいな、河野さんがね、あの自民党の総裁選で言ってたようなこと、もしやるとなるとこんなには円安進まないと思うんですよね。なるほど、うん、選挙控えて、まあ、どの党も大盤振る舞い、最初の話題ですけど、どの党も大盤振る舞い合戦 でなおかつ、まあ、おそらく、まあ、与党になるだろうと思われている自民党公明党は、まあ、ばらまきやると言ってて、はい、でインフレターゲットもね堅持するし協力すると達成に言ってるので、はい、まあ基本的にはこういうことですよね。ちょっと安心感があるんですね。そうだから、まあ、多分我々はインフレターゲットを達成した後のこの日本経済を考えるべきフェーズに今入りつつあるかもよ。なるほど。そうするとこれ八重洲イブニングラボの、はい、ね、使命重大ですね。そうですね。俺もねデフレ下でしか商売やったことないんで、はい、インフレ怖い。うちのじいちゃんもねインフレになってね、はい、あの商売潰してるんでね。そうなんですか。そうそう、うちのじいちゃんがねあの商売潰してるよりはすごい簡単です。
世界恐慌みたいなのがまた来るって思ってたらしいの。ああ、なるほど。思ってらしいというか多分そう、はい、あのね、そうは言ってなかったんだけど、はい、うちの母ちゃんとかばあちゃんから聞いたじいちゃんの行動を見るにね、はい、商売がダメになっていくときにじいちゃん何してたかっていうのを聞くに、あ、もう絶対このじいさんこのじじい間違いなくこれ世界恐慌もう一回来ると思ってたの。貯金をしていたんです。それほど、うん、それほどだから戦前の、はい、まあ、第二次世界大戦前のね、はい、世界恐慌、昭和恐慌、はい、結構トラウマだったんだと。いや、そうなんですね。思うね。ちょうどあのね、昭和恐慌の時、うちのじいちゃんね、21か2ぐらいで、もう働いてましたからね、当時ね、はい。で、相当やっぱ来たと思うんで。うん、それのやっぱりあるんじゃない、はい、辛かったんですね。そう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 、そのやっぱデフレ不況のやっぱ重みっていうのはやっぱすごい、あの、感じてた可能性あるね、はい、うん、まあそんな感じですね。いや、ここからどうなるんですかね。はい、どうなるか、はい、そして最後の話題です、はい、こちらじゃーんということで、 FRB11 月にテーパリングするってばよーということで、ナルトです。書いてありますね。忍びの里ではテーパリングというナルトが、はい、言ってます、はい、で、なんかね、アメリカの、企業物価指数にあたる PPI かな、なんか あんまり上がんなかったらしいんですよ、はい、はい、で、それでね、これロイターの記事なんですけどね、ね、PPI がですね、これだ、労働省が14日に発表した9月の卸売物価指数ね、企業物価指数、まあ卸売物価指数ですよ、まあ日本でいうと企業物価指数みたいなやつですけど、はい、これがですね、前月比 0.5% 上昇と、8月の 0.7% 上昇から伸びが鈍化したと、いうことでですね、なんかそのマーケットの市場関係者がね、はい、インフレ動向や利上げ懸念、デルタ株、デルタ変異株など9月や、先週に市場不安にさせていた一部の要因がおそらく弱まっていると、全てが解消されたわけではないが、少なくとも一時的に適切な方向に向かっているということで、まあアメリカ株ね、昨日あたりは爆上げしてるということでございます、はい、で、アメリカ株調子いいね、爆上げ、はい、ね、もう大丈夫だと、はい、いうことだと、もう緩和いらねえんじゃねえみたいな、はい、そういう意見が出てきて、なるほど、FRB の理事ですね、はい、ボーマン理事ですね、がですね、供給に起因する価格圧力が予想以上に長引きかねない重要なリスクがあるということで、まあ、原油高なんかも相まってですね、はい、ちょっとも抑えた方がいいんじゃないかと、まあ、さっき言ったやつですよ、お金すりすぎても原料入ってこないと物作れないでしょ、はい、で物作れないので不況になるという、石油ショック型の不況になる可能性があるので、はい、ちょっとここはつまんどいた方がいいんじゃねみたいな意見が出ていると、はい、なるほど。で、このボーマン理事はですね、別途ね、これ日経の記事ですね、こんなこと言ってます、はい、部材の不足など供給面の目詰まりが最近高インフレの原因になっているとの、従来の見解を説明と、供給制約が解消に向かえばインフレも落ち着くとしつつ、半導体の供給問題が解決するまで時間がかかる可能性があると、さらに人手不足の件もですね、指摘して、でこれがね、住宅価格の高騰にもやっぱり影響も与えてるんじゃないかと。で、来年以降もインフレ率の上昇が続くようなら、長期的なインフレ期待にも影響が出てくるかもしれないということで、これはだから利上げしてインフレ抑えるの、はい、みたいな感じですね、はいはい、そうですよね、ですよね、で、アメリカがまあ利上げ、まあ、テーパリング利上げ、はい、で、日本は大盤振る舞い、はい、で、来年も参院選で大盤振る舞い、はい、ドーン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 で、日本すごいですね、その円安、はい、円安ドーンって感じますね。円安だったら普通株上がるんですけどね、輸出企業いっぱいありますからね。あの輸出企業といえばほら TSMC が、はい、ね、ソニーとなんか一緒に、そうですね、熊本で工場まで作るということで、はい、日本で半導体作んねんじゃねえかとか言われてたんですが、結局作ることになったんです ね、 そうですね、筑波に研究開発拠点だけ作って、はい、物は作らんよって、なんか結構そのさ、はい、あの半導体関係のね、まあ、ちょっとその詳しい人がさ、下りがで、はい、いやこれだから素人だめだ、作るわけねえじゃんとか言ったのに、はい、なんだよ作るじゃんと作るんですね、どういうことみたいな、はい、だからやっぱりあのサプライチェーンのですね、あの、まあ、チャイナ外し、はい、これもガチで進んでんのかなと、そうです、ね、いうことだと思います、はい、なんでなんか経済安全保障、はい、こっちはなんかメインになっていくのかね。ああ、そうですよね、うん、アメリカもやりそうですよね。アメリカもやりそうだし日本もやってるし、だって今回のさ岸田内閣って、はい、経済安全保障内閣よ、そういう意味で言うと、はい、うん、だからなんかあのアマリンがほら相当力入れて研究してたでしょ、はい、ね、で、あの小林さんとか、ね、山際さんっていうのはそのあまりチームアマリンなんで、はい、チームアマリン、そう、かわいいですね、そうアマリンって俺は言ってるんだけど、はい、アマリンはでもなんかそんな全然アマリンっていうような感じじゃない、結構ガチで、はい、ガチなやつなんですよ。あのブレイキングバッドのガスフリングみたいな、なんかすごい、知らないですか、知らないです、ブレイキングバッドにねガスフリングって超悪いやつ出てくるんですけど、はい、それぐらいの悪い人なんです、すげえ悪いやつ、超シビアなめちゃめちゃシビア、俺一番大好きなんだけどガスフリング、ガスフリングみたいな、もうガチでシビアなやつなんですけど、はい、でも私は親しみを込めてアマリンって呼んでるんですけど、名前は可愛いですね、アマリンはね、はい、かなりやる、おー、いいですね、うん、だからいろんなこう流れの中で、だから日本もその、はい、まあ、今金融緩和やったりとか、まあそのね、財政も大盤振る舞いしてやってますけど、まあ、安全保障
ね、とか、はい、そういう面ね、あの要は危機管理投資みたいなものも、まあ、自民党 の政策なんか入りましたから、はい、まあ、あの高橋さんが言ってたような、ね、あの分野やると思うし、あとあの核融合炉もやるわけでしょ、はい、あの真のね令和のエネルギー革命目指してやるわけでしょ、はい、なんかちょっとそういう時代になって、なんか70年代みたいな感じになってきたね。やばいね、70年代ですか。うん、今日の八重洲のメルマガに書いたね結論だけ言うとね、はい、肩パッドが降ってくる前にねベルボトムが降ってくるかもしれない、どっちも降ってくるんですか。そんな予感が、いや肩パッドの前に前にベルボトムが降ってくるかも、はい、フラワーチルドレンが降ってくるかも、お花畑ですけどね、それね。そうなんですか。あ、降ってくるかもしれないね、はい、なんか痛そうですけどね。そうですね、はい、戦争を知らない子供たち的な、あよくわかんないですけどまあそんな気がするなと、はい、ね、人類が滅亡する前にベルボトムが降ってくるかもしれないよと。危なそうですね。危ないですね、はい、はい、ということでまた来週。